はい、こんにちは、こんばんは、今日の動画ですね、まあ、ついにもう、ね、ここね、今入場の待機列なんですけど、もうみんな待ってますね、入るのに 今か今かと待ってます。でこの動画撮る直前にもうなんか76歳のお母さんが ね声かけてくれて、まあ、ちょっと話をしてたんですけど、青の人はなんか青って徳島の人はすごいなんかせっかちだと、だからみんなすぐ入りたいんだと言って、これみんな並んでますね。僕はもうちょっと経ってから入場することになるかなとは思うんですけど、いや直前のね僕の気持ちとしては、なんかもうすごいワクワクしてとか、もうドキドキが止まらないっていうよりかはわりかし落ち着いてるね、もうすごく落ち着いてる、冷静だね今のところは、冷静になんか今か今かと待ってますね。でもだんだんさっきもね休憩室みたいなところ休憩してたんだけど、その時も冷静だったんだけど、まあ、いざあと30分で入場が始まるのかとか、もうそろそろ入場始まるのかとかなってくると、ちょっとねこうテンション上がってくるというかボルテージ上がってくる感じは確かにある、確かにあるけど、まあでも、まあ、それでもまだねまだ落ち着いてるね。いや去年のね返信がねもう2回ぶりだったからね、そのツアーがね2回ぶりだったから早く行けなかったからね、だからすごい久々だったから余計っていうのもあったのかもしれないけど、まあ、今日もなかなかよ、だからすごい人が並んでてね、なんかこう直前の様子、曲かかってるから著作権とか言われたらやばいんだけど、ちょっと見てもらおうか、じゃあせっかくなので。すごいのね、こううわーっとここにあっていつも人がいるんだけど、こっちが一般というか、まあ指定席の人たちで、こっちがファミリー席の人たちっぽいんだけど、並んでますねいっぱい、すごい。でもチケットない人たちなのかある人たちなのかわかんないけど、上にもまあ並んでますね、いっぱい人がいてさ、まあ物販会場ね、まだこっちも人がいっぱいいて、フォトスポットも並んでますね。徳島来てね、まあ、2日間会場にいたのは2日間だったんだけど、すごいたくさん声かけてもらってみんなありがとうございます。ついに僕もね半年越しにチケット当選から半年越しに、まあ、ライブに行けると言えるもんね、この人久々ライブ自体は何ヶ月、7ヶ月ぶりとかそのぐらいなのかな、8ヶ月ぶりとかだと思うけど、びっくり、やっとというか、もう気がついたらか、気がついたらライブだった、気がついたら徳島にいて、気がついたら1日目終わってて、気がついたら2日目にもう始まろうかっていう時間になってきてますね。でも西日がすごい日焼けがありがとうございます、多分声かけてくれましたね。いやもう直前でもね、ちょっとずつね動画撮って喋りながらいろいろ振り返って、徳島来た日とか振り返ったりして考えてると、ちょっとね実感湧いてきる、ちょっとこうなんていうの、胸の高鳴りというか、なんかこう穏やかではなくなってくるみたいな感じがしてきますね、だんだんね、だんだんそういう感じがしてきますね。この列とかこう見てる列とか見てるとね、そういうなんかちょっと感じがしてきますね。僕はね、これ、ね、列並ぶの大変なんで、まあ後からね入ろうかなとは思うんですけど、皆さんね、多分僕よりもみんなの方が緊張してたりとかワクワクしてたりとかするんじゃない。ハイプも徳島来てないんでしょ確か、前回も徳島公演はなかったから、すごい久々なんじゃないかな徳島ライブっての。セキオパで来てるのかな、ちょっと記憶があんまりないんだけど、セキオパで来てるんだとしたらめっちゃ久々じゃん、それでも。だから地元ね、なかなか東京とかさ、大阪だよね、大阪か近く、大阪神戸とかにいすら行けない。さっき声かけてくれたおばあちゃんもなんか神戸に行くのはね歩くの大変だから神戸とか行けないんだよとか言ってて、やっぱ地元じゃないとね難しい人たちが、ね、たくさんいるんだろうから、時間的にとか休みの問題とかでね、そういう人たちがやっとね徳島でライブやることによって NHK 社のライブ行けるのは素晴らしいなと思いますね。僕も嬉しい、いやちょっと嬉しいね、テンション上がってきたね。駐車場もいっぱいになっててさ、こうぐるっとね、こうすごいたくさん並んでるんですけど、もう入場口が多分ここしかなくて多く見えるんだけど、他の埼玉スーパーアリーナとかだったら他のいっぱいいろんな入り口があってこの人数だから、やっぱりそんなに多くないんだろうなっていう、まあ、キャパが5000人だからね、で今そろそろ入場が始まるのかな、あ32分になったから、もう多分これ先頭の方は入場が始まってますね、入り始めてる。僕はもう少ししたらね、入ろうかなとは思ってますけど、今すごく楽しみになってきました。
中にそのチケット発券してね、中に入るともうなんか撮影がもう完全に NG っていう、完全にダメっていう感じになるらしくて、だからもうこの動画が多分直前で撮ってる僕の最後の様子ですね、皆さんが見せられる最後の様子になると思います。だからね、僕は最後、まあ、意気込みとしてはもういつもそうだけど、頭の中を空っぽにして米津玄師という人の音楽をもう全力でもう受け入れようと、もう頭の中に頭なんか空にしてゼロにした状態を出てくるとき100とか120にしてね、目いっぱい受け取ってそれで帰ってこようと、そういうふうには思ってます。ぜひね、僕の帰ってきた時の、もう出てきたばっかりの時の様子とかもね、動画で撮ってお見せできればなと思ってるので、そこと比較してもらってね、あ、こいつ全然顔ちゃうやんとか、なんか行ってみて、行く前はこのあんまそわそわしないとか、ちょっとずつドキドキ上がってくるぐらいの感じで言ってたんだけど、終わって出てきてみたらものすごいハイテンションになってて、すごいね、もうなんか喜んでうわーってなってるかもしれないからね、そことの比較もね、皆さん楽しみに見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。いやいや、なんかすごい気使わせちゃってごめんなさい、周りの人たちも、ありがとうございます、皆さん声かけてくれて手振ってくれた人もいてね、ありがとうございます。髪がすごい、すごいことになってるけど、まあそんなことはどうでもよくて、もう始まりますよ。だって今3時半だから、あと1時間半したらね、5時開演だから、あと1時間半したらもう1曲目が始まるわけだから。いや、とりあえずね、めっちゃ楽しい。ここに立ってスタッフさんのアナウンスの感じとか聞いてたりとか、お客さんの雰囲気とか聞いてると、話とか聞いてると、やっぱりこう緊張が伝わってくるし、そのスタッフさんもね、どっかの動画でも喋ってるかもしれないけど、楽しんで、すごく楽しんでスタッフさんもね、運営をしているようで、それが伝わってきて、すごく僕としても嬉しいし、素敵なライブだなと思うんですよね。ちょっと眩しいんだけどいやー、なんて言ったらいいんだろうね、僕の今の気持ちとしては。ワクワクっていうのも違う気がするし、ドキドキっていうのも違う気がするし、なんかもうなんて言ったらいいんだろう、なんとも言えないんだよな、本当に今の気持ちを言い出すのが難しい、なんとも言えないね、一言でなんか言うとしたらなんだろうな、もうやっとかという気持ちもあるね、やっとかっていう気持ちと、いやもう来たのかっていう気持ちがこう合わさったよな、なんかそういう微妙な感じです、正直。でもそういろいろ考えてるんだけど、今頭の中でね、自分の気持ちをこう言い表そうと考えてるんだけど、結局そんなのライブ始まって、あの1曲目が1音目がバーンってなった瞬間、もう全部なくなって頭空になって、あ、最高ってなるだけなんで、すごく、ね、それがそうなるのがもう楽しみで仕方がない、なんかもう楽しみで仕方がないですね、僕は今の状態の僕は楽しみで仕方がないんで、すごくもうワクワク、非常にワクワクしながら待っております。米津さんにね、会えるのをね、米津玄師というアーティストに会えるのを楽しみに僕はしております。もうそろそろね、僕もね、この動画をね、編集してあげなきゃいけないんで、この動画見てる頃には、皆さんが見てる頃には多分僕はもう入場して中に入って、まあもう今かと待ってるんじゃないかなと思いますけど、ぜひね、出てくる時のね、動画もお楽しみください。お待ちください。出てきたらね、速攻動画撮って出そうと思うので、ちょっと待っててもらえたらね、2時間ほど待っててもらえたら出てきて、もう顔が全然違うかもしれない。その状態で全然顔違うやつ出てくるかもしれないけど、もうライブの音楽を上げてね、その様子も見ていただければなと思います。じゃあ僕、米津玄師のライブ、空想、米津玄師203ツアー空想徳島、2日目に行ってまいりたいと思います。楽しんでいきたいと思います。皆さんね、たくさんコメントとかいいねとかしてくれてありがとうございます。またね、この動画にもいいねを押してください。50件以上のいいねをね、獲得することを目指してますので、カミカミだね。チャンネル登録まだしてない方いたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。じゃあ行ってまいります。みんな楽しんでいきます。じゃあレディーゴー。